ダーートコースゴール板の上にはすでに明かりがとっています福島のリセット競争は春は福島民放杯秋はこの福島民謡カップと年間に組まれていますスタンド前でのゲート入り最後は15番のエイシンチラーゆっくりと引かれてゲートの中へ入って枠入り完了スタートしました 若干7番力さんトライはは後方6番ユキタムは中断になっていますまずはスタンド前押して押して10番リリー・ミニスター出ていきますが内から3番、名勝天水さらには11番、ワールド・タキオン前から4投目に4番、スレイマンがいっていますそして9番のロード・バレンチ1コーナーを回っていって6番、ユティタム中段前に上がっていきます1コーナーから2コーナーさあ先手を奪ったのは10番、リリー・ミニスターリードは1場新半。 2番手、3番名、名将天水2馬身離れて3番手は11番、ワールドタキオンです第2コーナーカーブその後ろに9番のロード・バレンチ4番手2コーナーを回って向こう上面前から5投目4番スレイマン2馬身離れて6番手に6番ユティタム体半分差5番、ラブリークイーンは控える格好1馬身後方に15番、エイシン・チラーうち1番、ブラック・アーメット馬群の中に7番、リキサントライ 2離れて14番ライラ・ボンド内は8番ニューモニュメント後方には2番ダノンファースト3コーナーカーブに向かって後方22番ブリッツ・ファング最後方離れて13番アメリカン・フェイスです3コーナーから4コーナーさあ前は3頭固まって11番ワールド・タキオン今度は先頭に変わるか残り 400m 内は応戦して10番リリー・ミニスター3番名勝天水3頭広がって直線に向いています 6番ユーティタムはまだ中断です先頭は11番ワールドタキオンに変わったニバシンリード残り 150m2 ーー番手は1番ブラックアーメット4番スレイマンが3番手8番ニューモニュメント追い上げて4番手から3番手6番ユーティタムは伸びない先頭は11番ワールドタキオンに1番ブラックアーメット迫って並んでゴール大外4番のスレイマンが3着さあゴール前に投撃戦早め先頭の11番ワールドタキオンに迫った 最後に1番ブラックアーメットレコードタイムです、1分42秒6昨日は2歳のダートの 1700m で2回レコードが出ましたが今日はややものダート1分42秒6でレコードタイム、さあ、結末制したのはどちらか。 11番ワールドタキオンが打ち外1番ブラックアーメット打ち11番、ワールドタキオンわずかに残っているように見えます1番、ブラックアーメットは及ばずに着か4番、スレイマン3番手そして8番、ニューモニュメント今週3回目のダート 1700m レコードタイム1分42秒6上がりタイム、ゴールまでの 800m は50秒0 600m は37秒8となっています。